行きなさい、レビエル。ルナちゃんですよね。はあ、もったいない。彼女、人間にしてはなかなか才覚に恵まれていたのにね。今日が覚めたわ、レビエル。今宵のところは見逃してあげる。名役を覚えているのなら私の城に来なさい。すいません、噛みました。面白くもくだらない催し物を準備して待っていてあげる。っていうか、ルナちゃん、なんで？っていうか、なんでルナちゃんが近くにいたことに二人気づかへんかったん？何をやっているんだ、貴様は！なんて愚かな。レビルさんの顔が見えない。ごめんなさい、レビルさん。私、ただ、謝りたくって。謝る？貴様が何を？せっかく、私のために私を助けに来てくれたのに、私とてもひどいことを言ってしまって。よく即死しなかったな。必死に探してやっと見つけたと思ったらレベルさんの言う通りバカですね。私、貴様はまたそんなくだらないことで。貴様が詫びる必要などない。貴様と出会う以前からずっと私は殺し続けてきた。この村に来てからも変わらずに。きっとそうなんだろうなと思っていました。何を？イリスさんと話してからね、多分そうなんだろうな。この村に来てくれた理由も、最初は、きっと。ならばなぜ、私を村に留めておいた？なぜ自らを殺すかもしれないものをわざわざ？あなたの瞳に、深い、とても深い悲しみを感じたから。ずっとその理由が知りたくて、私は、ザレ事。あ、なんか手握ってる。それに私、人を見る目は自信あるんですよ。大丈夫、レビールさんならきっとって。どうした？何が？そのきっとの先を中で言ってくんねえな。あ、懐かしいシーンだな。これまで何度も見てきた。これまで幾度も与え続けてきた。私、もっと世界を歩きたかったな。学んだ知識でいろんな人を助けたかったな。でもよかった、私は一人助けることできたんですから。前にもレベルさん助けてくれたよね。いや、今回は完全に命を救ったけども、前は別にほっといてもよかったけれども、わざわざね、治療を早めたっていうのがあって、今回はね、ほんまに殺されるところを助けたからね。レベルさん、一つだけお願いがあるんです。勝手な、とても勝手なお願いですけど、私、最後だから、聞いてもらえませんか？よく喋れるな。言ってみろ。私にできることならば。よかった。私はもう、ここで。だから、お願いします。私の願い、私の思いを、レビールさんが、つないで、出ませんか？結構難しいこと言ってるぞ。何を言って？お願いします、レベルさん。私の意思継いで、私の
代わりに。大丈夫、レビエルさんならきっと、きっと。うわちゃーん、ヒロイン死んだぞ。おいレビエルさん、結局きっとその先って全然聞けなかったんだけど。はあ、それにしても私まだまだですね。私ね、旅のお医者さんになるのが夢なんですよ。何が夢だ。人は死ぬ。早いか遅いかの違いはあるだろう。だが人は必ず死ぬ。あ、これ首絞めてる時か。避けられない運命。生まれた時から定められた宿命。決して抗うことなどできない。結局、私は正しかった。世界は死に満ち溢れている。すべてのものは遅かれ早かれいずれは死ぬ。必ず死ぬ。絶対逃れることはできない。そんな遅いか早いかの違いでしかないものをなぜそこまで気にする必要があるのだ。死せばすべてが無に帰する。当然の帰結、絶対たる真理。何者にも覆すことなどできない。あ、レビルさんの表情が気になるな。見えないのかな。あーってなるな。前にも言いましたよね。お師匠様の意志は死んでいない。私の中で生きています。ずっと。そのお師匠様の意志っていうのも詳細聞いてねえんだけど。私もこの意志、お師匠様の魂をいつか誰かに伝えたいと思っています。まさかレビルさんになろうとは。ずっとずっとこの思いをつなぐことができたのなら、それをまた一つの永遠の形だと思いませんか。レビルさん不死だからずっとつなげるねってバカ。くだらない、とてもくだらない。やはり人間は愚かで醜く浅ましく、どうしようもない。どうせいずれは死ぬ定め、いつかは消うる儚き灯火、浮かんでは消える泡のようにたやすく生きて、そして死んでいく。消えゆくことが、噛んだ。消えゆくことが定められた生に一体何の価値が。そうやって儚く消えるからこそっていう感じもしますけど、まあそれは綺麗事かな。なのに、なぜ、なぜ私は。わお。レビエルさんっては。生きていて、欲しい。たとえ仮初めのせいなれど、ただ一つ、摂理に抗うための方法は。死んでから間に合うんかいっていう感じやけどな。それは魂の呪縛。朽ちゆく肉体をつなぎ止める闇の祝福。無論、人が闇の力に耐えられるはずもなく、人の生命、意志などはたやすく消える。残るのは自爆、絶対たる闇のものの支配。消えるの早いんだよ。人は、苦愚と化す。稀に、己の意識を保ったまま、闇の力に目覚める者もいるが。あ、これ回想かよ。そんな奇跡はまず起こらない。人はそれをこう呼ぶ。死と。かっこいいんだよな。やはり、自我など残らんか。頑張れ、ルナちゃん頑張れ。わかっていたことだ、すべて。決着を。すべて。終わらせよう。うー、ついてきたー。怖っ。これも定めか。え、いるー、目が赤い。ルナちゃーん、ルナちゃんがついてきたー。
やー、ルナちゃん使徒化しちゃったが、そっか、いやこれなんかの反動でポンとこう字が戻んねえかな、そう信じたいわ。とりあえず村に戻っていいですか、とりあえず村に戻っていいですか。うわこれ、いやこれこれ酷なことだけど、ちょっとルナちゃんの家行こうかな。お、あー別行動か、そらそうだよな。あ、確認できるんですね。そうですね、そうですか。いや、ここであえて、ここで、あえてルナちゃんの家で、ちょっと話しかけてみる。あー、これ、辛いけど、やっぱりやっとかないとな。Hey, hey, you. あー。うーん。うわー。そうかー。いやー、なんかなー。あ、ここまだなのか。いやー、なんかこう、やりそうだなーと思ってたんですけどね。こうカプってねやりそうだなーと思ってたんですけど、いやーマジかー、あーなんか辛いなー。うん、でもまあとりあえず、なんかとりあえず無言でついてきてくれるだけまだマシなんじゃないかなって思ったりして、噛んだよします。めっちゃ長くなったんですけど、どうしよう。いやでもなー、このイベント多分分割してるだろうしなー、あのタイミングで絶対切ってるだろうしな。ちょっと他の人の反応見てえな。カッティちゃんとかさ。いやでもカッティちゃんは普通に見せ番してそうだよな。あ、ですよね。ちなみに。あ、これちょっとカオスさんとか言ってみてえな。カオスさんなんか言ってくれそうだよな。カオスさんとかシルフィールさんとか、いや、近くにいればちょっとその辺確認して終わりましょう。いや、これちょっと気になるな。ルナちゃんとかに対して。あー、これ気づいてないか、別行動状態かな。おっと、カオスさんも知っている。今は何も語らずに置きましょうか。ありがとうございます、ありがとうございます。空気読んでくれました。非常に、あ、カオスさん空気を読んでくる。いやー、うん、こう後ろにいるルナちゃんを見てね、てんてんてんみたいな感じなんだろうな。いやー、あー、うーん、ブラーナな、ヒットポイント上昇すげえけど、テク加工10がきついな。え、ちょっと待って、ルナちゃん。あ、スキル習得できる？っていうか、めっちゃ EXP 持ってる。なんでめっちゃ EXP 持ってんの？え、これ装備とかも変えられるってことだよね。革の戦闘服だって。せっかくだから、バイタルリング、再生能力促進、よくわかんねえけど、まあいいや。そっか、サードアイ。あ、ちょっと待って、私、イグニスさんの装備何もやってごめん、間違えた。イグニスさんの装備を何もしてないよな。まあ、とりあえず、アンタレスサードアイつけとこうか。いつの間にか不死鳥の羽が5個になってる。わー、レイレさん5回死ねるよ。違うっつの。いやー、それ、能力っていうか、特技とかも多分、ねえ、注水、諸行、正常。これあれか、ルナちゃん、能力あれしなきゃいけないのか。そうでしょうね。多分、レベルは、ブレイブクリア、レベル差と合わせないといけないですね。そこら辺気をつけて、まあ、とりあえず村に戻って、次回は、リステルさんの城、行きたいと思います。いちいちそれ入るんだね。ちなみに対立はどうなっているんだこれ。あ、4人になるのか。そっか。レピエルさんじゃなくて、イグニスさんを前にしてほしいんだよな。いわゆるひたすらイグニスさんに防御してほしいっていう。じゃあ、次回は、ルナちゃんの能力を、鍛えたっていうか、レベルさんと同じにした状態で、多分でも、レステラさんのお城でまた、ブレイブクリアの関係があると思うからっていう、まあ、とりあえず22まで上げてみとこうかと思います。ではでは、今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。